みなさんどうもこんにちは。みなこファミリー TV のみなこです。しぐです。れんとです。ゆみです。こっこです。せーの、イエーイ。さあみなさん、じゃじゃーん。今日は餃子の王将を買ってきました。今日はね、餃子の王将佐々木家ベスト10ということで、佐々木家、まあ佐々木家というか美奈子のベスト10、あの子供たちが好きであろうベスト10を勝手に作りました。というわけで10位から紹介していきたいなと思います。まし、第10位はペペ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 ペすぐた。すぐたはみんなね、たまにあの注文したりする商品ですね。まあ、特に私が好きです。じゃあいただきます。うん、とっても柔らかい。めっちゃ柔らかい。うん、お肉めっちゃ柔らかいね。ね、うん、で酸っぱすぎず。どう、ゆこちゃん。うん、やくない。うん、すぎらおいしい。ゆうちゃんと、うん、おいしい。よかった。というわけでこちら酢豚が10位でございます。さあ続いてまいりましょう。餃子の王将佐々木家ベスト10第9位はブル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 ブンブンブン、エビチリ。エビチリです。さあエビチリはね、ちょっとこういうさ、あのエビのエビせんみたいな、エビせんも入っていて、ちゃんと入っている。あ、ちょっと食べてみるね。じゃあ先に辛い。大丈夫、食べれる。プリプリのエビで結構ね、いっぱい入ってる。ご飯に合うね、これは。このおソース、ね、で、やっぱちょっとお子ちゃんにはちょっと辛かったみたいね。はい、佐々木家流餃子の王将ベスト10第8位はペン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 、唐揚げ。鶏の唐揚げでございます。さあ鶏の唐揚げ、こちら見てください。はい、王将マジックパウダーというものがついております。かけたい人はどうぞ的な感じかも。かけたい。いただきます。どう、うん、うん、こそかけたらなんか美味しいね。ね、てか胸肉なのにこんなにしっとりジューシーってすごいね。うん、全くくどくないけど、でも満足する。すごく満足。ジューシーだから、うん、パサパサしてない、ね。うん、さあ続いてまいりましょう、うん、佐々木流餃子の王将トップ10、うん、第7位は北欧焼きそば。ベレン、北欧焼きそば。これはね、あんまり頼んだことがないんだけど、名前につられて頼んでみた。うん、いただきます。お召し上がりください。なんかよく食べる焼きそばとは全然違って、なんて言うんでしょう、うん、なんだろう、混ぜそばみたいな感じなのかな、うん、混ぜそばともまた違うしな、なんだろうって感じかな。これぞ極王焼きそばなんだそうですよ。佐々木家流餃子の王将トップ10第6位はペペ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 ペンペンペン、ごま団子。ごま団子、ごま団子って本当に見ての通り、中に、あんこが入っていて、周りはお餅、もちもちしてるでしょ。うん、よく食べるね。よく食べるね。なんか本当に他のあんこはあんま食べないけど、このごま団子のあんこは食べる。続いてまいりましょう、佐々木家流餃子の王将ランキングベスト5。
バン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 、王将ラーメン、こちらです。さあ、王将ラーメンですね。はい、テイクアウトのお品はちゃんと麺とね、スープが別々になっております。うん、おいしい。うん、どうですか、ゆずちゃん。どうですか。ゆずちゃんはラーメン好きだもんね。レントの昔からパパとよくさ、ラーメン屋さんにたまに二人でね、行ったりするから、ラーメンすごい好きだよね。うん、美味しそうに食べるね。うん、うん、美味しいよ。うん、もう食べたい。もう食べな。背脂入ってて結構あの濃厚な感じ。美味しい。なんか久しぶりに食べてこんな、あー美味しい。久しぶりにラーメン食べた。またね。あ、なんか久しぶりに食べた。美味しかった。はい、というわけで、佐々木家流餃子の小ランキングベスト4位、ベン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 、餃子です。餃子の王将だから餃子です。私は餃子の王将行ったら、あの餃子しか食べない日もある。餃子の王将の餃子めっちゃ美味しいよね、うん、そして安いのよ。とってもコスパがいい。お醤油とこちらラー油もあります。いただきます。うん、いただきます。うん、美味しいね。美味しい。めっちゃこだわる。もう餃子の蒸し大好き。はい、第4位でございました。さあ、佐々木流餃子の王将ランキング第3位に参りましょう。ベン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 、肉と卵のチャーハン。はい、お肉と卵の入り付けです。入り付けって何？サヤエンドウと卵とお肉は豚肉が入ってますね。こんな感じ。めっちゃコリコリする、うん、めっちゃうまい。めっちゃこの包みに入れたく、これ上位納得。なぜなら老若にゃんにゃ ん、 ん老若にゃんにゃん、老若にゃんにょ、老若にゃんにょの方がみんな、好き。本当に、うん、小さい子も大好きだし、ね、おつまみとしても全然いける、おかずとしてもいける商品だな。これはやっぱもう上位なのが本当に納得。はい、じゃあ続いてもどんどん参りましょう。佐々木家流餃子の王将ランキング第2位は、ババ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 バ油淋鶏。さあ、我が家はみんな油淋鶏が大好き。もうね、一瞬だよ、特にこの方。さあ、じゃあいただきましょう。いただきます。この2個はみんな食べてもいいよ。おいしい。これもも肉ね、もも肉の唐揚げみたいな、その1枚にこう揚げたものを切ってあって、ね、ネギダレがかかっているユリンチ、とっても好きよね、みんな。うん、毎回なんかいろんな中華料理屋さん行くと必ずユリンチを頼んでって言って、いろんな油淋鶏を食べ比べしてるね。
本当に美味しいね。これはね、もう毎回餃子の王将行ったら毎回頼むのが有名。はい、じゃあ佐々木家流餃子の王将ランキング1位は、天津飯。天津飯って甘酢、塩、ドライバー天津飯ソースが選べるの。で、私は甘酢が好きなの。なので、今回は甘酢です。この天津飯、私はもうシオンが小さい時からずっとずっとずっとお世話になって、なんて言ったって安い。そして、なんて言ったって多い。量が多い。そして、なんて言ったってアイドル。そう、とにかく美味しい。というわけでみんな食べてみよう。ガミガマガイヨトマ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 ト私も大きくなりました。天津飯いっぱいになっちゃって。いろんなとこがね。この甘酢のタレ美味しいよね。はい、というわけで、佐々木家流餃子の王将ランキングベスト10ご紹介させてもらいました。皆さんがいつも食べているものはありましたでしょうか。いや、本当に餃子の王将はすごく安くてすごく美味しくてすごく満足度がすごい、うん、というわけで私たち小さい頃からだいぶお世話になっている。さあ、レントの中で一番美味しかったのはどれだった。やっぱり天津飯とラーメン。天津飯と王将ラーメン。なるほどね。ゆずはどうだった。全部。全部。イエーイ。ひーちゃんはどうだった。油淋鶏とラーメン。ラーメンじゃない。ラーメン。ラーメン。ライムじゃないの。なるほどね。やっぱりひすいともなると、ひすい先輩となるとラーメン、ラーメン、ラーメンって言わないとね。ラーメン、ラーメン、やっぱりね、先輩となるとね。ラーメン。さあ、まあじゃあ今回はみんなの好きなのばっかりだったでしょ。うん。やっぱママは分かってる。というわけで餃子の王将ランキングでした。はい、それでは皆さん、またね。この動画を気に入った方はチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。それでは皆さん、またね。